シーンからいろいろな感情表現を抜き取ってみました。まずはりゅうちゃんのニャー語、そして私の天地英語でどう違うのか勉強してみましょう。次回は私の天地英語でお送りいたします。ミャン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 、わかんないから日本語喋ってくれる？日本語ミャーミャカチャッとミャン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 と、スイッチをね、スイッチはこれかな、ミャンミャン、これは違う、はい、スイッチな、ポチッとな、ミャン、はい、ガクキ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 イーあえいうえおあお、日本語出た、日本語出たよ、新しい切り返しよかった、なんとか切り返すんだけど忘れちゃうんです、いつも切り返すね、あんたは小さい鉄人28号か、おーということでレッスン1、まずは愛情表現です。男から女へ愛を語りかける、美しい、まさに基本ですね、ですね、では早速スキットをどうぞ。そうだよね、おかしいと思ったんだ、ひどいわ、みんなでバカにして、あの愛華さん、その誤解です、僕は何も、話しなさい、このプレイモノ、これどっかに愛情表現ありました？あったじゃないのよちゃんと、ほらそれは誤解ですっていうところね、愛に誤解はつきものでしょ、その誤解を解いてこそ本当の愛が芽生えるっていうわけですよ、なんかそうかな、では続いてミャン語でお聞きください。愛かミャン、ミャン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 、はい、それでは皆さんご一緒に、ミャン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 、それは誤解です、ミャミャーミャ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 、それは誤解です、はい、ではもう一度聞いてみましょう。アイカミャーミャミャーミャ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 、うまくできましたか？皆さんも誤解は早く解きましょうね。ぜひミャン語を使っていただきたいですね。はい、そうですね。ミャン語というのは平和を呼ぶ言語とも呼ばれています。あ、そっか。そしたらこのシーンでも天地兄ちゃんはミャン語を使ってればよかったんだ。余計ぶん殴られたでしょうね。次は怒りの表現です。天地に関して言えばこの表現はたくさんありましたよね。そうですね、うん、さあ一体どのシーンが出てくるんでしょうか。それでは早速どうぞ。ほら天地、もっとあいつに見せつけてやろうぜ、あ私たちの愛をさ、やめろってば。ほらほら照れることないだろう、ね、バカ、もう許しません、もう許しません、怒りがこもってますね、怖いですな、このアシュラのごとき怒りをミャー語ではどう表現するのでしょうか、はい、早速聞いてみましょう、はい、ミャー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 ミャ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 、もう許しません、ミャ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 、もう許しません、ねえちゃん、ミャー語ではいまいち迫力がないような感じするんですけどね。そうですね、ミャー語というのは平和主義的な言語なんですよ、しかも愛華さんのあの迫力っていうのはもうなかなかどうして一般人には出せませんね。そうですよね、ちなみに許しちゃう時はどうするんですか。許す時ですか。ミャーンミャミャミャーン、許しません、ミャーミャミャミャーン、なるほどね、頑張ってるなっていう感じはするけどあんまり変わりませんね。まあ文法上は否定のミャがついただけなんですけど、あとはアク
クションですから。あ、ボディーランゲージってことですね。そうそうそう、やっぱり最後はここですよ。みゃ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 。こうですね、こうですね。うん、さあ皆さんもご一緒にどうぞ。やれよ絶対。みゃーみゃ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 。あなたも天使を見なかったら。みゃみゃみゃ。